広島東洋。さあ、そしてバッターボックスには相澤が入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。さあ、そして打席には鳥谷が入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですね。打ちました。ファーストの左、抜けました。チャンスを広げていきます。約束ですよ。4番バッター鈴木。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インコース決めてきた。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。取りました。アウト。さすがです。今日は見事な完封です。お疲れ様でした。さすがです。現在の順位が出ていますよ。残りの試合も頑張りましょう。